行きます、はい、あ、見せ時あ、かゆい、かゆい、やばいやついる。ちなみに今現状全然大丈夫。やばいだから、お前健康診断やばいで、だから座れる方が健康ってことだ。あ、そうなん。じゃあ俺死ぬ、つまり、マシンでもいい人生送ってるからそりゃよかった。どうも、花尾です。どうも、天下です。というわけで皆さん、夏エンジョイしてますか？してますか？今 YouTube を見てるってことは多分してないってことでしょう。かゆ、蚊がいるってことは夏を感じてる証拠。うん、そうね、蚊がいるってことは少なくとも今画面の向こう側でエアコンをボーボーに効かして設定温度23度で、で家でのわしやそれせめて冷房設定温度は28度。はい、そう、松潤のやつね。松潤 の、 あの適正温度でやってください。はい、で皆さんね、今年ね、夏休みも短かったし、まあ、3月からね、はい、まあ、何ヶ月かね、あの卒業式もできずに、はい、いろいろと振り回されてる方も多いかと思います。そこでですね、花伝でですね、はい、まあ、いろいろと考えましたね。そうですね、めちゃくちゃ考えましょう。まあ考えたのがこれから考えるんやけど。そうね、これから考えるんですけど、思いはいっぱいあります。思いはいっぱいあります。そう、一応我々もコロナの大変さというか、そうですね、なんとか乗り切りましたけども、わざわざカメラいっぱい用意して。そうよ、ほんまに4カメ編集です。ほんま全員グリーンバック持ってましたから。あの時グリーンバックが当たり前の世界なんですよね。当たり前の世界でしたからね。はい、で、まあいろいろ大変だったと思います。はい、なのでちょっと花伝でですね、まあ、夏の思い出作りと称しまして、今回ね、その視聴者の方と一緒に思い出作りをね、はいはいはい、やりたいなと。そうですね、思いました。はい、私も。はい、来た、はい、来た。一個言っていい？そうだ、一個言っていい。さっきから俺の方のさ、これ足をさ、さっきからもうズリズリ言ってないけども、あの僕のこの照明の周りめっちゃ虫飛んでるってことだけ。やばすぎ。はい、終わったけど。かわいそうやな、かわいそうやな。で、ちょっとほんまにかゆいんだけど、ほんまにかゆいな、これほんまにかゆい、ほんまにかゆいし、ほんまに暑いし、ほんまに汗かいてるから。いや、夜でこの暑さやばい。夏の思い出とか言ったけど、一刻も早く夏去ってほしいっていう気持ちで今もう撮ってるけど。いやでも夏はでも楽しいこと多いはずなのに、はい、花火大会とかそんなないわけでやってるわけですから、思い出作りたいですよ。そう、具体的な内容なんですけど、はい、まあ、どんな内容にするか具体的なこと決まっておりません、はい、決まってないです。そうですね、応募していただいた方の中から、はい、皆さんと打ち合わせで決めるということ で、ね、対象はですね、高校生と言ってもっと細分化すると、生徒はまあ絶対いけると、はい、で高校生の所属している団体やグループで、高校の学校関係者、高校生が所属する学生団体等の責任者などは応募が可能ということで、これ、はい、実は高校関係者だったら大人でもいけるってことなのかな。部活動の外部コーチとかいるんですか？外部コーチだから、それ、その人たちが、その人が要は生徒とかを連れてこれるのだったら OK ってことだよね。そうね、だから生徒が絶対必要と。そうね、だからあくまで高校生が、まあ、何人か、一応さすがにコロナ禍でのね、はい、まあ、取り組みになりますので、はい、人数はちゃんと絞ってそんなに多くならないようにして、まあ、感染対策などをね、はい、しっかりした上でちゃんとやらせてもらうので、そこはご安心いただけると。そうですね、はい、そしてですね、はい、応募締め切りがですね、今日から8月23日の終わりまで、はい、8月24日になっちゃったら終わりと。で、まあ、応募先はですね、下記の応募フォームを使って、おえ、思い出作ってる。下記の応募フォームに従ってね、下記の応募フォーム はい、応募方法は下記の、ね、応募フォームを従ってしっかり皆さんね、応募してみてください。応募フォーム10回ぐらい言いました今。で、今回はその応募フォームなんですけど、やり残したことエピソードみたいなのがあるんですよ、はいはいはい、コロナのせいでなんかできなかったエピソードみたいな、はいはい、そういう、なんやろな、怨念の強い人というか、はいはい、思いの強い人とね、はいはい、一緒にちょっと言ったそうですけど、いや、まあでもあの子ら思い出作ってるから。あ、そうですね。言い訳それしかないですか？思い出作ってる以外全部ネガティブやから、今この時間にそうならしてる。全部ネガティブやから、はい、どうぞ、ごめんなさい。で、もうエントリーシートみたいなもんやから、これってちょっと就活の、私はこうこうこうでなんかこんな強い思い持ってますみたいな、そういう人に、やはり俺たちも、そうですね、一緒に、そういう人と一緒にやりたい。そうですね、はい、我々からは以上と言うべきことは多分言いました、すべて。はいはい、というわけで、なんか強い思いを持ってる人、もしいましたら、ぜひね、応募してもらって、一緒に僕らと思い出作りをやりましょう。あなたの熱い思い叶えます。叶えます。予備校っぽいな。
まあでもそんな感じで、はい、決して僕ら怪しいね、はい、宗教団体じゃないんでね、怪しくないですよ全然、はいはい、洗脳とかしないんでね、いやまあよくします、はい、よ